はい、おはようございます、コレンさんです。本日は、フォルツァの1年点検、12ヶ月点検に行こうかと思っております。12ヶ月点検、1年点検で、点検する項目はこちら。はい、でしてこの1年点検は法令点検となっております。で、1年点検を受けない時のデメリットっていうのは、メーカー保証とか、あとはお店でやっている延長保証っていうのがあるかと思うんですけど、その保証がですね、受けられなくなることもあるかなみたいなんで、メーカー保証とか保証を受けたい方は1年点検はやった方がいいです。6ヶ月点検とかもあるんですけど、それは別にメーカーの保証の延長には関係ないんで、1年点検、年ごとの点検、2年3年点検はやった方がいいと思います。ていうか私今までやってなかったんですけどねいや、初めて、多分初めてですよ、1年点検なんて。なんか点検はね、私自分でやっちゃうから別にいらねえやみたいなそんな感じでしたけど、まあ、フォルツァとVストローム2班に関してはしっかり点検を受けようと思っています。なんでかっていうと、この2台に関しては長く乗りたいと思っているからですね。この2台はすごく気に入っていて、フォルツァもVストローム2班も気に入っておりまして、まあ、末永くお付き合いしたいなと思っているわけですよ。はい、というわけで12月点検、1年点検が完了いたしました。特に問題はなかったそうです。まあそうでしょうね、まだ3500キロしか走ってませんからね。もうこれ受けとかないと保証が受けられないんで、まあ良いかなって感じですね。でこれから、道の駅タコに、タコ多い古いでタコに向かおうと思います。千葉の道の駅なんですけど、取り残していたところなんですよ。でちょっと遠くにあるんで、一つだけ外れた場所にあるんで、まあ、今日いい機会かなと思って向かおうと思います。マップはこちら。それでは行ってまいります。はい、道の駅タコに